広島県出身高校1年生16歳の向井斗葉です。今日は阿蘇動物園にやってきました。すごい寒いんですけど、会いたい動物に会えるのが楽しみです。まずは猿山にやってきました。見えますか？阿蘇動物園はもう本当に保育園の時から来てて、遠足で毎年来てたんですけど、ここの猿山の前でみんなで集合写真を撮っていました。サイです。サイ大きい。あ、歩いてる。キリンを見つけたのでキリンに会いに行く。あ、こっち来て。あ、3匹3頭ですね。います。キリン愛想いい。本当に愛想がいい。こっち見てくれた。こっち見て。かわいい。かわいい。ぬいぐるみみたい。どうしよう、全部かわいいって言っちゃう動物。なんか動物全般好きなので、この動物もって言われることが多いんですけど、動物なら全部好きです。動物って心癒されるじゃないですか。だからもう保育園の頃から好きです、動物は全部。シママさん、かっこいい。さん、いっぱいいます。シママさんもいっぱいいる。ゾウが雪食べてます。かわいい。あ、かわいい。食べた。あ、かわいい。やってきた。ちょっと無理だ。怖い。大きいから迫力がすごいですね。初めて好きになった坂道グループが欅坂46さんで、サイレントマジョリティの CM みたいなのを見たのが初めてだったんですけど、こうやって3期生として選ばれたことが、今全然実感はいかなくて、今でもどうなるかこの先不安なんですけど、きっとファンの方も温かい方だらけなので安心はしてます。私夢だったので、不安よりは楽しみっていうのが大きいです。今日は先日動物園に行ってきたので、その中でも特に記憶に残っている動物を得意な切り絵で作ろうと思います。今日作るのはゾウとサイとシマウマとフクロウを作ります。すごい大きく鳴いてるゾウが印象的だったので、もうゾウは作ってあるんですけど、切り絵は中学校3年間の部活動でやってて、私すごく絵が苦手なんですけど、絵が苦手だから切り絵をやってたっていうのもあって、でも多分絵が上手でも綺麗やってたのかな。なんか集中できて細かい作業が好きなのでずっとやってました。切り絵2日目です。このサイとフクロウは完成しました。シマウマもここまで大きいやつに貼って完成させていきたいと思います。切り絵が完成しました。じゃん。思い出とかを綺麗にしたのは初めてだったんですけど、すごく楽しかったです。